こんにちは、ザーガ、育成は進んでいまして、今3の41です。4にするか悩んでいます。マナスピードが速くて 435% ダメージ、これはいいですよね。 50% の確率で出血ダメージで、出血させるといろいろと美味しい。相手は緑が多め。はい、行きます。まずここ行きましょうか。赤いを振って、来い。来た。ディアーナ倒せる？やった。エミディを使って、どうせグラディウスにマナが溜まってるんで、ここ行きましょうか。でかっ。通常攻撃でもエミディオが倒れたら嫌なんで、1でガーネット使っておいて、赤いを振って、来い。炎ダメージのある相手にエミディオを使って、ハートの女王を使い、マナーがだいぶ溜まっているけれども弾を当てづらい、グラディウスに対して砲片ワーフを使い、マインドレスは、当たっていないね。でも特殊スキルブロックの耐性か、そうか。それではこの状況でグラディウスに対してザーガを使います。これは出血はつかなかったんですよね。出血したらですよね。そういうことですよね。今は出血はついてないんですよね。はい。この辺がよく分かってなかった。赤いを振って来い。よし。ますますヘインダールが怖くなってきた。赤いを振って来い。ヘインダールに、これで、どんくらいダメージがいくかな？よし！あざした！ザーガを4にするか悩んでるんですよ。はい、ありがとうございました。